皆さんこんにちは、ケアリクスマスターインストラクターの中峰誠です。ゴルフのためのサスペンショントレーニングのシリーズ3回目の今日はですね、上半身にちょっとフォーカスした強化のエクササイズをいくつか紹介していこうと思います。この上半身の強化なんですが、ゴルフは前のシリーズで回線に抵抗することが必要になるというところからお話をしたんですが、ここでもですね、左右別々の動きが入ってきたりということで、体の回線に対する負荷に耐えることができる、同時にできるようなエクササイズになります。まず1つ目ではですね、TX のクロックプレスというエクササイズになります。長さはロングにしてもらって、アンカーポイントに背中を向けて立ちます。通常のチェストプレスというよく見かけるエクササイズがあると思うんですが、両手同時に動かしていくことがチェストプレスなんですが、クロックプレスはですね、時計の針のように体に近くにあるところと遠くにあるところを伸ばしたり曲げたりというのは左右別々になる動きになります。でチェストプレスと同じように少しベクトルをかけて準備ができたら、オフセットのポジションになります。片方の足を前に置いて支えを一応準備しておくようにしてください。ここからですね、肘を曲げる方と伸ばしていく方ということで、左右別々の動きをしていきます。この時に肘を伸ばしていく方は手のひらが正面を向くようにしていきます。では両方同じように力を入れて元の姿勢に戻っていきます。これを左右交互に繰り返していきます。手首の向きも変わったりするので、少しこう頭の体操にもなったりするんですが、ハンドルの位置が近かったり遠かったりすることによって体がねじれる方向に少し負荷がかかってきますが、常に上半身は平行に動けるように維持していきます。でこの時にオフセットをしていないと結構負荷がかかりすぎてうまく動きがコントロールできないことがあるので、オフセットでしっかりと胴体が安定することをまず目指してください。 OK です。続いて今度は TRX のスプリットフライというエクササイズです。今度は上下に手を動かしていくというエクササイズになります。長さはメニュートレンジに合わせ、アンカーポイントに顔を向けて立ちます。スタートの姿勢がハンドルを持って片方の手が上からこうして下という上下別々の位置になります。でここでもですね、少しまず動きを確実にしたいので、オフセットのポジションを取るようにしてください。アンカーポイントを見るようにしてしっかりとベクトルをかけたら、後ろに体重をかけて胴体が動きながら両手が胸の前で合わせていきます。ここで上下を入れ替えて上げていきます。この上に上げる手と下に押し下げるような手が出てくるんですが、ここでもどちらも同じ力で引くようにしてください。例えば少し力の加減が変わってくると、ちょっとずれたりする、6ループのところがずれたりするので、それが起きないように、ここでも体は平行を保ったまま同じ左右同じ力で引くようにしていきます。 OK。続いて最後のエクササイズは TRX のツイストというエクササイズです。ここではですね、ミッドレングスでアンカーポイントに顔を向けて立ちます。スタートはですね、TRX のローローと同じように少しハンドルを引き寄せたところからスタートしていきます。動きの中で回線の動きを加えていくような感じになりますね。ではゆっくりとアンカーポイントを見たまま腕を伸ばしていきます。そして引いて上がってくるときに体の向きをねじるようにして上がっていきます。この時にハンドルが上下になるような感じでいきましょう。ではこれを繰り返したり繰り返していきます。引く動作と体をねじる動作を同時に起こしていくようなエクササイズになります。負荷の調整はベクトルを変えたりすることもできますが、まずは確実にきれいに体が回旋できることの負荷からスタートするようにしてください。 OK です。今回はですね、筋力強化のエクササイズなんですが、少し回旋の要素も加わりながら上半身にフォーカスしたエクササイズでした。この後はまた次回下半身のエクササイズを紹介していきますので、合わせてトレーニングとして取り組んでください。